久保さん。いやー、オリンピックはね、完全不平、不平、あの、オリンピックを平等という視点で見たら絶対平等じゃないですよね。まあ、平等という視点は面白いですね。うん。ビジネスも平等じゃないので、オリンピックはビジネスであると <laughs>。全員が成功するわけじゃないし、全員が久保さんのように隠居の生活があ手に入るかっていうと、全員ではないと思います。うん。 だからまあ、9勝1敗みたいな。あ、じゃあ、1勝、あ一勝9敗か。柳井さんの言葉ですけど。そう、今日ね、ユニクロでね、服買ってきたんですよ。服。僕、服買わないんですけど、服を買いました。はい。ちょっとレビューしようかなと。ファッション。ユニクロファッションみたいなね。<laughs> そう。いや、服1万円ぐらい買ったんですけど、服に1万円か、と。服興味ないですけどね。 ただ、下、ズボンがね、ちょっとなくて。<laughs> 洗っちゃうとないんですよ。今洗ってるんですけど、洗っちゃうともうなくて。<laughs> まあそんなに外に出ないんですけど、今持ってるのは白パンなんですよね。で、黒のパンツあるんですけど、冬用で、クソ厚いんですよ。なんで、ちょっと買ってきましたけど。まあ、平等じゃないのが、あの、社会主義というか、資本主義。 うん、あの平等にすることがすべて正義ではないと思いますし平等じゃないからこそそこに競争が生まれて競争,がうう競争があるからあ価格が落ちたりとかねあイノベーションが生まれたりとかすると思うんで競争がああ悪い競争が正義でもなければ平等が正義でもなければ平等があーなんだ正義 正しいっていうわけでもないです。答えなんかないんですよね。だから久保さんが言う通りあのオリンピックに興味ない人は興味ないし、スポーツ、だから、あの、ね、あののね例えば運動会でね、あのかけっこが遅くていじめられた人にとっては、スポーツに対してトラウマがあるだろうし、<laughs> うーんだからなんだろうなうん、答えはないですね。う だからやりたかったらやればいいし、やりたくなかったらやらなかったらやればいいし、ビジネスもそうで、あの、成功できなくてもやりたいんだったらやる。成功が保証されてないとやれないんだったらや,やらなくていいし <laughs>。うん。まあ僕も卓球を14年やってきましたけど、めちゃめちゃ好きだったら今もやってますからね。僕はビジネスの方が、 あ好きになりましたね。やっぱ卓球で飯食っていくっても相当やっぱ難しいのでもうほんと一部ですよ。マジで卓球で飯食うなんかマジで一部ですからね。だから日本でトップ4、まあ5本の指ぐらいに入ってないと飯卓球で飯整形立てていくっていうのはかなり難しいですね。ただ今は面白いことに、まあ、YouTube が出てきて別に卓球のプロ選手じゃなくても卓球 YouTuber で飯食ってる人もいるので。 面白いいいいでですよね全然プロじゃないけど飯食えるみたい卓球でっていうだから今はなんかね、本当はリモートっていうか、やっぱその概念が変わってきてるので、うーん、まあそれをやるかやらないかは人それぞれですけど、うーん、まあ僕もね、卓球チャンネルをね、解説しようかなと思ってますからね、そのうち。これは40歳ぐらいにはちょっと解説しようかなと思ってて、うーん、まああのー、 一つ僕がスポーツやってて思ったことが、やっぱりそのスポーツで飯食えるのって一部ですし、やっぱあと体力の限界があるわけですよ。三浦和義さんは、数にしましょうか。今回数。三浦、数にしようかな。三浦和義さんにしようかな。まあ今現役だと思うんですけど、まあ一郎選手もね、もう引退しましたけど、多分三浦さんぐらいじゃないですか。あんだけサッカーやってんの。すげえなと思いますけどね。 みんなが三浦和義さんの年齢まで現役でできるかっていうと、まあ、できないですよ。<laughs> なかなか、本当に一部だと思うんですよね。うん。まあ、世の中は不平等であると。全部がねで。それを認識した上で自分は何したいのっていう。それだけじゃないですかね。言ってらっしゃい。